大林組様と開発しておりますのがこちらの装置です。リーダーとフォロワーと呼ばれる2台の装置を使います。でオペレーターがこちらのリーダー装置を動かしますと、それに合わせてフォロワーが動きます。でこのように前に進めていくと、こちらのフォロワーもついて追従して前に行きます。ポイントはですね、このキーハデコボコしていますけれども、ここにこのフォロワーが当たりますと、その抵抗感がこちらのオペレーターに伝わってきます。今キリハに当たりました。そのガツンという感覚がこちらに伝わってきます。これによって、映像だけでは補えないような環境電子ですね、キリハがどういう風になっているのかという、ボコボコですとかどこにあるのかということを理解しながら作業することができます。それでは左下の穴に爆薬を込める実演を行いたいと思います。このようにして、米棒の先端を穴に近づけてアプローチしていきます。でこの時も穴にスパッと入れるっていうのは人もやっていなくてですね、この角を当ててエッジを感じながら穴にアプローチしていきますし、向きもこの擦れる感覚を感じながらやってるわけです。この装置は実際にその手応えを感じながら筒をこの穴に持っていきまして、でこれ今入りましたので、今度はこの黒い棒をですね、前の方に進めていきますと、これで爆薬が投入されて送電が完了するというものです。繰り返しになりますが、この時の込める力加減ですとか、穴と擦れる抵抗感というのが伝わってきます。